S, S 級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級、しばしば S ボートと呼ばれた。海軍の設計による初の潜水艦の艦級であった。アメリカ海軍は1920年から1925年まで51隻の S 級潜水艦を収益させた。最初の S ボート S-1 は1918年に、 最終艦の S-51 は1925年に収益した。S 級潜水艦はその設計祭から4つのグループに分類される。S-2 はレークトルペードボートで建造されたプロトタイプ。S-1、S-2 及び S-3 は同一のスペックで建造されたプロトタイプであった。S-1 はエレクトリックボート。 S-2 はレークトルペードボート、S-3 は建造補修局によって設計された。レークトルペードボートの設計は劣るものとみなされ、エレクトリックボート及び幹線局の設計案で建造が始められた。最初の S ボートである S-1 は1918年9月26日にベスレヘムスチール社のホアリバー造船所で浸水したが、 1920年6月5日まで収益しなかった。S ボートは王級潜水艦及び R 級潜水艦の改良型であった。S ボートは R 級と比較すると大型であり、全長は33フィート、全幅は3フィート3インチ大きく、喫水は2フィート3インチ深く、排水量は60%増加した。これにより、広範囲な航続距離、 より大型のエンジンの搭載及び高速、加えて多くの魚雷を搭載することが達成できた。しかしながら、艦種の魚雷発射艦は依然として4門であった。第2グループの7隻及び第4グループの艦は、後部魚雷発射艦が追加された。グループ4の艦は、全長が延長され、喫水は浅くなった。1923年に S-1 は、 水蒸気の発艦試験を実施した。本級の4隻は1926年から28年にかけてペルー海軍に供与された。S 級は第二次世界大戦において大西洋と太平洋の両方で運用された。大戦で使用された他の潜水艦よりも小型で低速であり、航続距離も短かったため、偵察、補給任務及び沿岸防衛任務に使用された。 アディウシャン方面の戦いの後はアラスカでの沿岸防衛任務に従事している。本級は艦隊潜水艦が本格的に使用されるようになった1943年の中頃には退役が進み、主として対潜水艦船訓練任務に使用されるようになる。大戦を生き残った艦の大半は1946年にはスクラップとして処分された。 第二次世界大戦において本級は第1次世界大戦の異物といえるマーク10魚雷を使用した唯一の艦級であった。他の艦級はマーク14魚雷を使用したが S 級の魚雷発射艦は長さが足りずマーク14を使用することができなかった。しかしながらマーク14は初期に不具合が効率で発生したため本級が使用できなかったことは 必ずしも損失とは言えなかった。本級はイギリス海軍に対しての6隻をはじめとして何隻かは他国の海軍に供与された。そのほとんどは対潜水艦船訓練に使用され、1944年の中盤には退役した。ありがとうございます。